終わりました、お疲れ様でした。やっちゃった今日さ、オンエア見てくれた人いるかな。でも TVer で今日見てない方も1週間だけ見れるのかな、1週間見れるので見てほしいんですけど、クイズでさ1回目で言っちゃった。あーもうダメだ今日。うなぎの背中が黒いのは何でですかっていうクイズだったんですけど、日焼けしたからってちょっと可愛く言ってみたら正解だったの。皆さんの大喜利の時間を本当に、でも結局みんな大喜利答え出てたから今日の衣装はね、じゃーん、かわいい。このワンピースいくらだと思う、パパ。5,880円。もうちょっとする。28,800円。嘘でしょ、やばいよね。自分ではこんな高いものは買えないから、テレビの衣装とかでリースするんですね、衣装って。毎回衣装を貸してもらって、その中から一緒にスタイリストさんと選んで、毎日あのテレビの時とか、あとは雑誌の撮影の時とかは衣装を着させていただくんですけど、結構最高額レベルかもしれない。これは普段着れないものとかを着させていただけるので、楽しい刺激的なお仕事でございます。この後は、この後はですね、ヒーボー君と夫婦のお仕事がちょっとあの相模原の方であるので着替えてきます。私のからしどっただろう。うん、からし返せ。返し返せなかった。寒くない？お行儀悪いですけど、ここで食べてくださいって言われた、はい、普段は食べないよ、このベッドの上、うん、ちゃんと入れてください。で、噛み合ってラピット見てるね、追っかけされてる。お待たせしました。はい、ちょっとこちらでおすすめします。はい、なんかこういう簡単な作業だったら、ね、小学生くらいの子供と一緒にできてるんですね。眠くないですか？眠くない。寒い。すごく寒い。で、一回あのこの焼きたてのやつをちょっと、一回。あれはすごい。ありがとうございます。YouTube？ この方ではこんな感じでした。こんな感じで今日お仕事が終わりました。この後なんと